衣食住の衣がうまくいったし、次は食かな。美味しいもの食べたいし、料理用の工房も作るか。いいお考えだと思います。シュナ様が衣を担当されますので、食はこのシオンが担当できれば、飲食の工房ですと宴会などにも対応できる大型の厨房がいると思います。確かにまた宴会もしたいし、厨房は大きい方がいいな。シオンの意見で工房を作ってみるか。完成したらシオンも腕を振るってくれ。はい、リムル様にご馳走いたします。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク、建築を実行しますか。頼んだぞ。よくやった。まさにイメージ通りだよ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、飲食工房ありがとうございます。厨房の大きさも完璧でした。リブル様、お昼は手料理を振る舞わせてください。お、いいね。新しい飲食施設もできたことだし、頼むか。どうしてもリムル様に食べていただきたい料理があるのですが、絶対に欠かせない食材が少し足りなくて。他の食材で代用できないのか。ダメです。それでないと完成しないのです。よし、わかった。そこまで言うなら一緒に取りに行くか。はい、ありがとうございます。これだけ材料にこだわる料理、間違いなくうまくなりそうだ。コク、新たな目標が発生しました。ターゲットは見定めた。やるぞ。What did it say? Something about Rimuru's secret skill. Alright, anyways, I mean, what I'm gonna do is I need to use my SP sooner or later. Seems we're going here. So now we're gonna.You know, that's what the canteen was for. Kok, 接敵を確認しました。フレアサークル。フレア。食事の時間だ。ユニークスキル、捕食者。ごちそうさん。ふむふむ、結構調子いいな。我らが力。Tender meat, leather, white egg. We got two. Where are we going? Kok, 強敵を発見しました。You can push it back a little. フレアサークル。フレア。今。食事の時間だ。Shit.Killed the deer. ごちそうさん。それ、た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 。た。Shit, don't kill him.
So the meat is not what we need anymore. So what else do we need? I don't know what the eggs are for, but I don't feel like going for the, there's another chest up there, but I don't feel like going for it. Fruit, white egg. So we're missing one more. I guess it's at the last boss. This is gonna be the hardest because usually I don't. Well, let's go for the other chest just in case I don't make it in beating the boss. Maybe it's in the chest. I don't know. Because usually I have never. I have never devoured any boss successfully. This is a tough job. And then I need to level up my stuff. I almost died last time. Yeah, I almost died, so. I'm not too happy about fighting this boss. Looks like I can't hit him now. Because my bar isn't up. What the heck? I don't think I got everything. Because I have plenty of white eggs. シオン、これで材料は十分だと思うんだけど、その料理は作れるか？はい。では、早速取り掛かりますので、少ししたら建物の前に来てくださいね。まあ、これはリムル様。お食事ですかな。ああ、シオンが手料理を作ってくれるっていうのでな。お前たちも一緒にどうだ？いや、俺は今は腹が減ってなくて。ええ、お茶だけで。私は村の周囲の偵察を。していました。すぐにお持ちしますね。ああ、なんかベニマルたちの反応が気になる。シオン、そんなできる女みたいな会見してまさかお約束みたいなあれだったりするのか。
お待たせしました。ダメだった。リムル様、さ、どうぞ。腹減ったっす。リムル様、さ、さ、どうぞ。ああ、なーに、さすがに毒ではあるまい。死ぬことはな。うっ、落ち着け。何か取り付いているように見えるが、気のせいだ。そう、これはシミュラクラ現象だ。はい。シミュラクラ現象は3つの点があると、それを顔として認識してしまう現象です。いや、今そんな説明いいから。ニコニコワクワク、助けて大賢者。はい。視覚を閉ざし、右斜め後方にスプーンを突き出せば命は助かります。よくわからんけど、わかった。むぐ。あれ、シオン。はい。今後人に出す飲食物を作るときはベニマルの許可を得てからするように。あんまりです、リムル様。知らん、監督はお前に任せた。ベニマルには頑張ってもらいたい。今後二度とゴブタのような犠牲を出さぬために。ベニマル様の許可を得ること承知しました。お、そういえばリグルド様が報告があるとリムル様を探しておられましたよ。リグルドか？なんだろう、深刻なことじゃないといいけど。リムル様！何かあったのか？狩りに出た者たちから気になる報告が上がってきまして、かつて我らの集落があった場所に怪しいゴブリンがいたそうです。怪しいゴブリン？はい、イビルゴブリンという、我らホブゴブリンとは違う進化をした種族で、他を犠牲に攻撃と素早さに特化したのが特徴です。へえ、ゴブリンにもいろいろあるんだな。そいつが何かしたのか？いえ、被害に遭ったわけではないのですが、少し気になることもあるので、念のためリムル様もお気をつけください。何か起こってからじゃ手遅れだ。周辺を調査しておくか。お帰りなさいませ、リムル様。近隣を調べたが、今のところ特に異常はなかったな。イビルゴブリンも見かけなかった。何事もなければそれで良いのです。私の考えすぎかもしれません。そうだな、イビルゴブリンのことは俺も気に留めとくよ。話は変わりますが、リムル様、町が広くなり住民も増えております。食料調達を狩りだけに頼ったままでいいのか悩んでおりまして。そう言われると狩りだけじゃ心もとないか。野菜もあった方がいいしな。よし、農場を作るか。うまくいけば安定した収穫が見込めるようになるしな。さすがリグルド、ちゃんと考えてくれて助かるよ。ありがとうございます。すぐにカイジンに相談しに行ってくる。人から農場を作るのに必要な素材を聞いた。さあ集めに行くぞ。